大須価格調査隊です。今日は大須三丁目にあります魚安商店からお伝えします。廣中さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日まずは長崎県産のサバの価格から見ていきましょう。こちら今日もう売り切れということ で、はい、切り身のものを用意いただきました。先週と比べまして400円価格安くなりました。どうしてでしょうか。そうですね、天候も落ち着いてたみたいでね、水揚げも順調だったようでちょっと価格は下がりましたけどね。天候によって漁にしっかりと行くことができた、ね、ということですね、はい、これからはどうなりそうですか。そうですね、これからもっと寒くなるとね、脂も乗ってきて美味しくなりますし、値段もこれぐらいでいけるんじゃないかなとは思いますけどもね。じゃあ今がちょうど手に取るにはいいかもしれませんね。さあ続きまして千葉県産の金目鯛の価格も見ていきましょう。こちらはですね、先週と比べまして70円高くなりました。どうしてでしょうか。そうですね、風がちょっと強かったみたいでね、海の方はね、水揚げが少なくて価格も若干上がってしまいましたよね。風によって漁に出ることがなかなか難しかったということですね。今後はどうなりそうですか。天候が落ち着けばね、もう少し下がるんじゃないかな、下がってもらうとありがたいなとは思いますけどもね、ではこれからどうなっていくか注目ですね。そうですね、はい、以上大須価格調査隊でした。